どうも、カズマリオです。今ここはどこですか、ゆずみさん。ゲロ温泉に来ております。ゲロ温泉ですね。あ、ゲロ。ということで、雨降ってますけど車中泊ゲロ温泉でしていきたいと思います。8度ですね。なるほど。温泉に浸かりてこれが肉寿司ですか。食べたいやつやけど、うん、しまっとる。じゃあ明日食べようか。やったー。あ、ごめん、21、22。はい、残念。はい、明日23です、どうぞ。感じで倒していきます。はい、完成です。めちゃくちゃ雨入ってきてんねんけど。下は下紹介は下紹介下は、はい、下びっちゃびちゃになってんねん。収納スペースです。はい、おはようございます。おはようございます。どこですか、ここ。今日は君の名はで知られる岐阜県の飛騨。飛騨に来ました。高山ですね。高山です。はい、ここは君の名はの神社のモデルになったところです。何神社でしょう。それがちょっと宮水神社のモデルになったところですね。何回見たんやったっけ。結構見た。3回やろ。すごいけど、なんか確かに大体似てるかも、うん、なんかそう言われてみると似てるような気がする。神社って大体こんな感じよな。飛騨、うん、図書館に来てます。撮影は許可を得てしないとダメみたいです。難しくないです。で、はい、完成しました、はい、かわいい。電車の少なさ。あ、この感じやな。あ、この美味しい。美味しい。こっちからこうです。そう、初めちょっと同じ。なるほど。舐めてたこれ。いや、な、いつも舐めてた。はい、というわけで岐阜の高山から浜松、愛媛県じゃない、静岡県の浜松まで移動したいと思います。楽しい。今は23時31分です。ただいま2度です。どこに泊める。なるべくトイレに近いところでお願いします。これでこ、バリバリとテントで寝てみて。すげえ。道の駅に到着しましたので、はい、車中泊したいと思います。じゃあベッドを作っていきます。はい、片付けからまずあらかじめまとめてある。
収納。はい。もうセットしてたのか、箸に。はい。完成。完成。かわいい。かわいい。マリオです。今回はキャンプ飯ということで定番のカレーを作っていきたいと思います。イエイ。というわけでレッツクッキングタイム。じゃーん。はい、ダッチオーブン買ってきました。これでカレー作っていきたいと思います。あ、いい感じですね。どう、これも低い、これぐらいな、うん、けどそうすることによって玉ねぎが飛び出す。ステーキに入って、オープン。じゃーん。美味しそう。完成です。食べよう。はい、というわけでカレー完成しました。どうなんで早く食べたいです。おいしい。いや、すごい人や。だー、どうも、カズマリオです。おはようございます。おはようございます。本日は鎌倉に来ております。何食べたいですか？ハトサブレ。これぐらいどう？はい、買いました。無事7枚入りを今日は購入しました。すごいな、お前。めっちゃおもろいねんけど。ちょっと待って、まだほんまにだ。可愛かったな。可愛かった。で、なんか5000円、1万円、5000円、900円であって、リングが。で、いろんな形にね、できると。できるという、ハンドメイドですね。こんな感じとか。こんな感じとか。こんな感じです。もちろん緩くします。そうね、ちょっと怖いですはい、道の駅で食材を買っていきなりキャンプ飯企画でございます。850円。はい、マグリ買いました。サービスくれました。大きいハマグリを何個？4つ。けど6個入れてくれた。6個、うん、いいじゃの具材。見てこの美味しそうなハマグリを。うまそう。ハマグリの食べるタイミングがちょっと全然わかんないんですけど、開いたんで食べてみたいと思います。開いて結構そう、そのままと思います。おいしい。めっちゃ塩の味ついてる。いただきます。やばい。これスーパーでお肉買ってきましたんで、最後これを焼いて終わりにしたいと思います。イエーイ。はい、わー、なんかおしゃれに1枚ずつ焼いて食べたいんですけど。うん、一気にそういっちゃう感じな。いっちゃおう。あ、でも美味しそう。嘘、普通にすき焼きみたい。美味しそうに出来上がりました。じゃあ食べてみよう。一
ただきます。いただきます。つけんでいいねんけどな、うん、うまい、おいしい、めっちゃおいしい。今夜は日光東照宮の近くで車中泊したいと思います。すごい顔が疲れてらっしゃいますね、泉さん。そう、はい、ほんまですか。どうも、カズマリオです。ドン。栃木県にある日光東照宮に来ております。ボンボン。見ざる聞かざる言わざるですね。はい、というわけで今日光東照宮の駐車場に来ております。で、こっから道の駅を探してそこで車中泊をしたいと思います。でもこの道の駅巡りっていうアプリで道の駅を探しております。で、これ近くの道の駅が表示されるんでそれを押すと、なんとトイレがあるかとか Wi-Fi があるかとかも表示されます。で、今回この湧水の里塩屋っていうところですね、だいたい20キロぐらい離れたところにあるんですけど、ここに向かいたいと思います。到着しました。では今から車中泊していきたいと思います。今日はヘッドレストを取ってます。シート半分だけ倒しました。こんな感じになってます。助手席側のシートもで、室内はこんな感じになります。こんな感じです。後ろから見ると分かりやすいかな。日光東照宮から道の駅ですね、20キロぐらい離れた道の駅に今日は泊まることにします。また日本一周ですね、車中泊とキャンプしながら日本一周してますんで、よかったらチャンネル登録お願いします。